こんにちは。射水市消防本部からのお知らせです。まず令和3年度防火標語についてお知らせします。今年度の全国統一防火標語はおうち時間、家族で点検、火の始末に決定しました。考案者はコロナ禍の外出自粛で家にいることも多く、家族と再契約など防火について話し合うことが増え、そういった様子から標語を作成されました。家族で過ごす時間にこの標語を思い出すことで、今一度火の取り扱いに注意し、火災予防に努めましょう。次に危険物安全週間についてお知らせします。6月6日日曜日から12日土曜日まで、事故ゼロへトライ重ねるワンチームが推進標語として危険物安全週間が実施されます。これは危険物関係の事業所における自主保安体制の確立、並びに家庭や職場における危険物の取り扱いに対する安全意識の向上および啓発を推進し、危険物に関する事故発生を防止することを目的としています。灯油やガソリンなどの危険物の取り扱いには職場や家庭でも十分注意してください。次に火災が発生しやすい季節の注意喚起についてお知らせします。射水市の昨年の火災件数は一昨年より2件減少し14件でした。本年は4月16日現在、2件の火災が発生しています。春から初夏にかけての今の季節は空気が乾燥し強い風が吹くので、火災が発生しやすい時期です。乾燥注意報、強風注意報が発生された際は、普段よりも火の取り扱いには十分注意しましょう。そこで火の用心の7つのポイントについてお知らせします。1、家の周りに燃えやすいものを置かない。2、寝タバコやタバコを投げ捨てをしない。3、天ぷらを揚げるときはその場を離れない。4、風の強いときは外で火を使用しない。5、子供にはマッチやライターで遊ばせない。6、電気器具は正しく使い、タコ足配線をしない。7、ストーブに燃えやすいものを近づけないです。以上のポイントを心がけて、火の用心に努めましょう。射水市消防本部からのお知らせでした。